はい、皆さんこんにちは。 KNN NOW 2010年4月21日、今日は水曜日といえばアートといえば文化といえば千葉秀俊さん、今日、10時15分からの登場です。そしてですね、続いてパリパリ画面調子悪いですねということが、これまあね、宇宙から流れてきてるのかなという感じで考えていただければと思います。パリパリ画面調子悪いですね、神田さんこんばんはという形でですね、タイムラインもいろいろ読みながら、ぜひタイムラインの皆さん、今現行のニュースがあったりとかテレビの情報とかもいろいろありましたら教えてください。音声だけ聞いていただいても大丈夫ですよ。なんか映像あるとき映像見てねって言いますから。はい、そしてですね、今日ここで後ろ見てください、後ろ見てくださいって僕がかぶっちゃいましたね。ちょうど場所が悪いのかな、こっちに行けばいいのかな。はい、セルリアンスタジオと今まで言っておりましたが、ついに今日から判明しました。なんとパワードバイ J ワード。皆さん J ワードさんご存知でしょうか。 J ワードさんの秘密は10時45分からということでですね、今日全てが明らかになる J ワードの秘密が、みんなどぞっとちょっとパラパラしながらね、この画像ちょっと大変ですね。そうですね、それコマーシャルの時に行きましょうか。うん、J ワードというと勝手に入ってしまうイメージしかないとかいうまあね、そういうのもいろいろね、皆さんそれぞれのブランディングイメージはあるかもしれませんが、実はね、とても面白い会社です。面白い人たちがたくさん、オフィスもそのうちガーッと生公開したりとかですね、みんながうどん食べてもらったりとかいろんなことできるかなと思ったりとかしておりますが、さてこのパリパリ画面で、結構行くの大変かも分かりませんが、ちょっといろいろですね、経年の、まあ、4月中はいろいろ皆さんに番組のことも紹介しながら行かないとダメなんですが、この番組は、CM 募集しております。今のところいくつか問い合わせあるんですが、まだ具体的に説明をきちっといけないんですが、こういうスタジオのところに行ってですね、後で J ワードさんのアカウントとか等々とかツイッターアカウントを、はい、フォロー数がフォローアップのコーナーというところでですね、何人フォローが増えるかみたいなところでですね、皆さんやっていただければと思いますが、このパリパリ画面気になりますよね。これすごいな、ビートルズが映ってますね、反対側に4人になってドンドンと思ってみてください。どれがポール・マッカートニーかなとか思って、あ、この辺ヘルプのあの辺のこの映像のフラッシュみたいなね感じで来てますが、入ってます。今日のプラトンは駅弁特集らしいですが、 iPad で神田さんもファイルマイメーカー弁当を紹介してるんですか。陽一さん、マニアックすぎるよそれマニアックすぎるです。プラトンの駅弁特集でファイルメーカーの弁当はまだ iPad 対応しておりません。はい、今日KNN神田は約23時のプラトン、アネックスで登場します。なんか自分の番組を自分の番組で説明してるというですね、23時になればレディコで JWEB 聞いてください。で、あとですね、フォンの話、HTC デザイン予約だけで初回出荷分が完売。おお、なるほど、いろんな情報登場してきてますね。ファイルメーカー弁当といえば重田さん登場、いらっしゃい、いらっしゃい、テレビでいらっしゃいっていうのは変な感じですね。テレビっていうよりもね、これどちらかというとバーみたいなもんですよね。お店やってて、こうお店に続々と人が入ってきて、なんとかさんいらっしゃいっていう感じをちょっと見ていただいてるっていう感じでしょうか。お、ベストカームさん、 J ワードのサービスは2002年5月に開始。早い、ねえ、早いですね。2002年、もうでもまだ8年か。そうですね、8年目というところですね。いすゞちゃんは、皆さん、いすゞちゃんはですね、ほら、このウィビットライブの一番右にいます。僕の下の一番右、はい。いすゞちゃん見てください、こちらで。鵠沼海岸の、サーフィン仲間のいすゞちゃん、昨日悲しいお知らせというところで、お引越しのお話をしてまいりました。で、昨日、ほとんど、徹夜状態というかパッキングをして、堺引越センターに、まあ、この辺のいきさつもまたご説明お用意したいんですけども、最終的に堺引越センターに決まりました。で、午前中にですね、
まあ、パッキングが2割ぐらいしかできてなかったんですね。で、堺引っ越しセンターにお断りされました。これじゃ引っ越しできませんと言われて、っていうことで、で、ちょっとスイッチが入って真剣にパッキングを引っ越し屋さんが来てから始めました。もう最低な客ですね。それから初めてですね、ようやくやったんですが、もう必死に動いたんで、筋肉痛となんかぎっくり腰再発とかですね、肩こりも大変だったのと、あと、まあ、パキパキ画面気になりますが、テンガロンハットじゃないのがですね、テンガロンハットを入れてるんですが、これを入れてしまった、箱がですね、普通は書くじゃないですか、何に入って何階に持ってってほしいとか、それを書いてる時間もなかったので、テンガロンハットが今行方不明中です。来週ももしかするとずっとこれだったら、まだテンガロンハットが捜索中という感じかもしれませんね。はい、画面がチカチカするのはですね、多分ですね、あと10分ぐらいすると消えるかとは思うんですが、これね、何が原因かというと、今はマイクロソフトのシネマカムを、ウェブでつないで流してるだけで、メニーカムとかも立ち上がっておりません。冥王星からの逆襲としか思えませんね。はい、はい、見づらい。とりあえず音声を聞いていただくので、一回止めていいですか。一回止めていいですか。つなぎ直しをしてみたいと思うんですが、それでは早速ですね、今何分目ですかね。8分。はい、8分。じゃあ一度ですね、はい、脳天ガラをハット来週復活ということで、見づらいということなんで、一度リスタートします。5分後にチャンネルはそのままお願いします。まあ、でも8分ぐらいの方が YouTube に一応上げるには、最初オープニングはそういうのであってもいいかもしれないですね。今まだ流れてます。非常に見づらいというのはそうですね。